皆さんこんにちは。2011年頃から2015年まで芸能界休業、そこから2024年現在、テレビで見ない日はないほどと思われるぐらいの再ブレイクを果たした若月千夏さん。今回はそんな若月千夏さんが事務所を退社し独立した理由や年収、第二のフワちゃんになると言われている件や家族についてまとめてみました。ぜひ最後までお付き合いください。2024年8月31日、若月千夏さんがインスタグラムで、応援してくださっている皆様、関係者の皆様、いつもありがとうございます、引き続き頑張ります、という言葉とともに所属事務所からの退所と独立を発表しました。2001年にグラビアアイドルとしてデビューした若月千夏さん、2003年頃からはテレビやラジオへと進出し、バラドルとして人気を集めました。スポーツ紙芸能デスクは、2000年に設立した所属事務所にとって若月さんは初めてデビューしたタレントでした。そのため事務所のホームページでは若月さんの写真が一番最初に掲載されていましたと語っています。事務所が発表した文書には、今後とも若月千夏への温かいご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げますという一文があり、若月千夏さんも周囲には円満退社であることを強調しているといいますが、実情はやや異なるといいます。以前若月千夏さんがプロデュースしたキャラクターくまたんは他の女性がデザインしたものでした。それにもかかわらず、あたかも自分でデザインしたかのように公言しており、大きなトラブルになりかけたことがありました。それを仲介したのも所属事務所だったのです。そうした経緯もあって、これまで事務所と若月千夏さんは蜜月関係と見られていましたが、実は今回の独立について事務所内部からは、彼女が辞めてくれて本当に良かったという声も少なからず上がっているというのです。事務所設立時からの所属タレントである若月千夏さんに対して冷めた思いを抱いていたスタッフたちがいるのはなぜでしょうか。理由の一つは、若月千夏さんに自信過剰な面があるからだと言われています。バラドルやブロガーとして人気絶頂となった若月千夏さんは、2007年から芸能活動を休止し、アパレル事業に軸足を移しました。結局8年後の2015年末に芸能界に本格復帰したのですが、その空白期間のうちに事務所内で台頭していたタレントもいました。しかしそうした状況が若月千夏さんにとっては面白くなかったようです。この事務所は誰のための事務所なの、誰のおかげでこの事務所があると思っているのと言って周囲を困惑させたのです。ただ長いブランクのためにテレビ局内では若月千夏さんに関してはもう使えないねという厳しい評価だったのですが、所属事務所の尽力で復帰が実現したという背景もあったのです。そんな若月千夏さんの不機嫌の矢面に立ったのは当時のマネージャーでした。若月千夏さんは担当マネージャーが次々と変わることでも有名だったといいます。本人にもその自覚はあったのか、バラエティ番組人生が変わる1分間の深い話に出演した際、今田耕司さんに、若月さんはマネージャーさんってずっと一緒？と聞かれると、私芸歴20年以上ですけど多分30人以上ついてますと答えて、共演者たちを驚かせていたのです。そんな若月千夏さんですが、実は第二のフワちゃんになってしまうのではと言われています。それは若月千夏さんがテレビに出演した際の怖い話として語ったエピソードが原因でした。以前番組で韓国ロケに行った際、大久保佳代子さんだけがスタッフと打ち合わせをしていた時、若月千夏さんは大久保佳代子さんが置いていった私物のショルダーバッグにひょうたんのキーホルダーがついていることに気づいたといいます。若月千夏さんはひょうたんをカラカラってやったら蓋らしきものが取れそうだったんですよ。え、中身何か入ってんのかなって思って中見たら金の傘みたいなのが出てきたんですよ。
と言い、お、なんか出てきたって思ったら、大久保さんが打ち合わせ終わって、何してんのよってすっごい怒られて、と大久保佳代子さんに激怒されたと告白しました。そこで若月千夏さんのエピソードを聞いていた大久保佳代子さんは、いや、怒るでしょと反論しました。若月千夏さんが、いや、本当土産レベルのキーホルダーだったんですよ、プラスチックみたいな、と言い返すと、大久保佳代子さんは、だって私は一回も開けたことがないんですよ、神秘的なものじゃないですか、ああいうのって。それを勝手に開けて傘を見せてきたから、え、なんでこんなことできるんだろうって思って、と話しました。若月千夏さんによると、伊藤麻子さんなど共演者が間に入りなだめたことで一旦その場は収まったものの、ロケバスに乗った際、大久保佳代子さんは、ねえ、さっきの話だけどさ、と言って話を蒸し返したと言います。若月千夏さんは、振り返ったらまだ怒ってたんですよ、と笑いながら話し、その時の写真、私怖すぎて撮ったんすけど、ちょっと見てもらっていいですか、と言い、大久保佳代子さんが激怒している顔をアップで写した写真を公開しました。大久保佳代子さんは、すぐカメラ向けるのも怖くないっすか、と声を荒げて指摘しましたが、若月千佳さんはしつこいんですもん、と大笑いしていました。ネットでは、勝手に大久保のキーホルダーをいじった上に、大久保が怒ったらその激怒顔を写真に収めたという若月千夏さんの行動にドン引きする人が続出し、厳しい声が上がっています。さらに先輩へのタメ口や失礼な態度が波紋を呼んできたフワちゃんとの交友関係を指摘する人もいました。さすがフワちゃんと仲良いだけある、フワちゃんと変わりませんね、だから仲良しなのか、という声が上がっていました。確かに2人は何度も番組で共演しており、フワちゃんは自身の公式サイトにある相関図で若月千佳さんのことを往年のバラエティ先輩と表現しています。また2人はプライベートでも交流があり、2021年8月、フワちゃんは若月千夏さんと一緒にご飯やパンケーキを食べに行ったことを X で報告しています。さらに今年3月にはアンミカさんの誕生日をフワちゃんや指原莉乃さんと共にお祝いしたことを自身のインスタグラムで明かしています。言動が波紋を呼ぶ中、若月千夏さんは22日インスタグラムを更新し、大久保佳代子さんとのツーショットをアップし、昨日今日も佳代子さんと一緒でした、親しき仲にも礼儀あり、ふざけすぎてしまい 100% 私が悪いです、反省してまた成長したいと思います、佳代子さんこれからもよろしくお願いします、と綴りました。そんな若月千夏さんですが、どれほどの年収なのか下になりますよね。調べてみたところ、事業の収入とテレビ番組、 YouTube、 各種イベントの全ての収入を合わせると2億7000万円からという金額が算定されます。というのも、アパレルブランドの事業が昨年度よりも右肩上がりで、今後もクマタンの人気が定着しそうな勢いにあります。アパレルブランドクマタンはチャイルド向けのキャラクターで、クマタンのオフィシャルサイトを見ていただけると分かる通り、ソールドアウトの品が多く、かなり売れていると見えます。そんな若月千夏さんですが、結婚相手は一般男性です。馴れ初めは、若月さんがデザイナープロデューサーを務めていたブランド WC のスタッフとしてご主人がいました。一般男性なので公開されていませんが、無口で中田英寿さんにとのことです。若月千夏さんには子供は2人いて、長女長男です。2012年6月22日に長女、2017年4月19日に長男を出産しています。仕事と子育てを両立している若月千夏さんですが、離婚の危機が噂されています。というのも、4月16日に放送されたトーク番組、上田と女がディープに吠える夜で、離婚の危機はあるとしたら向こうから突然言われると思います、と語りました。離婚というテーマで
MC のクリームシチュー上田晋也さんが若月千夏さんに、若月、離婚の危機とかない？と尋ねると、若月千夏さんはないですね。あるとしたら、向こうから突然言われると思います、と答えました。若月千夏さんは、私の教育方針、ルールが、家族全員で若月千夏、だよ、って。みんなで若月千夏だから、みんなで、番組のアンケートを考えよう、とか、と話すと、上田晋也さんは、何を言ってるの？ネタ作りの要因じゃないか、とツッコミを入れました。若月千夏さんは、だから、突然言われるかもしれない側です、と改めて語りました。今後の若月千夏さんの活躍に期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。高評価、チャンネル登録も、ぜひお願いします。それでは、また。